サンファン・バウティスタとは、太平洋にある、チリ領ファン・フェルナンデス諸島の中心地である。ファン・フェルナンデス諸島で唯一人が住む、ロビンソン・クルーソー島のカンバーランド湾に位置し、ロビンソン・クルーソー島の全人口の598人が、サンファン・バウティスタの集落地に住んでいる。チリで、最も孤立した集落地の一つだが、インフラも整い、宿泊施設は少ないが、ゲストハウスもあり、 携帯電話が利用でき、衛星テレビなども利用でき、自動車も通れる舗装した道路や港には、チリ海軍の軍艦も停泊できる。1574年に、スペインの航海者、ファン・フェルナンデスによって諸島は発見され、スペインは1750年171人の入植者を、ロビンソン・クルーソー等に送りバイヤーでカンバーランド1に、 フェルテ・サンタ・バルバラという入植地の集落が始まった。この入植者たちの最初の知事であるファン・ナバロ・サンタ・エジャは、この入植地の集落の洗礼を資産、ファン・バウティスタとした。その後、津波で破壊などされるが再建され1779年の段階では40の家の入植を保っていた。1814年には、チリの独立運動の一つランカグアの戦いで、 独立運動家の亡命場所としてこのサンファン、バウティスタに住んでいた。第一次世界大戦の1915年3、ファンバウティスタ付近の海で、イギリスの軽巡洋艦がドイツの軽巡洋艦ドレスデンを沈めている。ドレスデンの生存者の乗組員はサンファンバウティスタに定住した。集落から北方に、ドレスデンの乗組員の墓もある。ありがとうございます。